はい、どうも、マグマグマグロンと申します。さあ、小雪ちゃんがね、何かイベントが起きそうなんで、これで4度目になるのかな？ 5 回ぐらいはありそうかな、1人につき。キリュウさん。おい、なんか、だいぶフランクな喋り方になってる。ん？仲良くなってきたってことかな？下着泥棒の話続くんかい？そうだ、おばあちゃんのなんだっけ。もう。はい。そうだな。あ、一緒に近くに住んでるの？犯人探しになっちゃったか。手伝ってやるか。よし、行こう、キリュウちゃん。どこに行くんだ？あら、小雪ちゃんの自宅紹介。着きましたよ。どういうこと、ここ。よくぞ聞いてくれました。ここに置くの？ いや、キリュウちゃん、そんな顔になるよ、そりゃ。小雪のおとりパンツ。え、サブストーリーなの、これ。どういうこと？じゃじゃーん。そんなの見せられても。子供か。本気か。分かってたまるか。どうだかな。すげえ動揺してたけど、今。なんだこのシュールな絵は。サムネだな、これ。あ、こっちの方がいいかもしれない。こんなのに誰が引っかかるんだ。なんだと。手に取っちゃったよ。様子を見。いや。はい。犯人ではなさそうですね。これ偶然通りかかった人がかわいそすぎない？ あんた、自分ところの下着泥棒は捕まらないよ、これ。おお、イケイケな感じ。いや。はい。なんだかよくわかんないけど、全部様子見てみようか。なんか捕まえに行くを選びにくいよ、これ。
いや、なんだこのイベントは。もう何が正解かもわからんな。どうしたらいいんだろうこれ。この後ろ姿がシュールすぎていいな。まあ泥棒ってのはね、掃除でこういう格好してるっていうからね。作業着と背広が多いって言われてるよね、ヌスッととかね。あの家の中に侵入する泥棒とかはね、元警視庁の誰々さんが言ってましたよ。今はもう泥棒って感じの格好はしてないから分かんないよねって。いや、はい、何をしたらいいんだか分かんねえな俺。本人だ。犯人だった、犯人だった。何なのこれ。何だと。おい、何だあんたは。サラリーマン違う。動揺してるけど合ってんのこれで。たまたまというか。ってあれ、小雪ちゃん、あ、何、え、この作戦でビンゴなの。どういうこと。しかも小雪ちゃんを知っていた。ああ、なんで知ってんだ。あ、知り合い？お客さん？敵になっちゃった。店長だと？本当にこんなのに引っかかるやつがいると。無視することはできなかった。何言ってんの俺だ。こんなヤバい人だったとは予想外。しょうがないな、お前を黙らせてやる。で、何戦えるの。はい、崇高な趣味を邪魔されてたまるか。なんだこれ。使わせてもらおうかな。ちょっと待って、すげえ体力あるけど、下着泥棒強いんじゃないの。お、小雪の目の前で。いいね、いいフィニッシュでしたね。うん、あ、はい、もしません。絶対諦めなさそうこいつ。返してよね。もう私のと間違えておばあちゃんのパンツ盗むなんて。え、今なんて。小雪ちゃんのじゃないの。小雪のおばあちゃん。うわあ、ええ、本当にあんな方法で見つかるとはな。見直すも何も。もうあの程度は大したことないな。登場会の本部でも大暴れした男ですからね。あ、近江連合でもか。
こっからそういうイベントにも発展しないと思うぞ。犯人の気持ちになってみる。投げ捨てる。懐に入れる。回収。かわいいパンツ。ちょっと待って、アイテムなのこれ。あ、小雪に見られた。うわ、再発防止のためにだな。もうあ、選ばなきゃよかった。これ言いふらしてやるんだから。おいでもアイテム手に入れたぞ。あ、よかった。これで失敗になったらどうしようかと思った今。小雪のおとりパンツ大作戦成功。おしまい。嫌われてたりして。あ、全然関係なかった。その後に影響はないみたいですね。というわけでサブストーリーになったんですね。経験値もらえなかった。経験値欲しかったな。はい、というわけでじゃあ今回、おとりパンツ大作戦大成功。なんだそりゃ。持ってんの本当に。貴重品なのまさか。貴重品でした。というわけで。これあってどうすんだろう。何にも使えないんだね。貴重品なんだね。はい、というわけで、今回の水商売アイランドは以上です。じゃあメイン行きまーす。そうか、本部で。いろいろやったりはしなかったわ。わー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 、なんじゃこりゃ。あら、戦国組畜生。どうしたのこれ。見当はつくけど、どうしたのこれ。サブストーリーは起きてなさそうと。あ、ここ行くか。なんかボスがいる。じゃあこのボス戦はね、ちょっとあのカットします。おお、コロちゃん、すんげえ。ここ抑えはキルちゃん、戦国組の兵隊全員ぶっ倒したで。いやー、コロちゃんさすが。ミス、約束やったからね、ちゃんと守ったで。ああ、それよりはよう登場会の本部に戻るんや。なぜだ。連中、街中でヘリ飛ばしたり、兵隊を行進させたりしたんは、キリュウちゃんをここにおびき出すためや。ほんまの目的は、本部を乗っ取ることや。本当か。ああ、裏で戦国組を手引きしたんは、神道や。あら、錦組。神道か。あのドアホ、金で願ったんや。はよ行けや、キルちゃん。うわっ、うわ、コロちゃん。ここは私に任せて。あんた、近くで見るとえらいべっぴんさんやないかい。わしの女に。無駄口聞かないで、静かにしてなさい。頼んだ。いや、でもそれでもやっぱりゴロちゃん強い。
でも何もそんな格好して登場会本部あーみんなやられてる。いてキルさん早く。なんて強さだ。あ誰かいる。生きてるのもいる。弥生の姉さんが、神道さんが。会議室へ急いでください。岡崎。お誰だって言うんだ。おびっくりした、いきなり。おりゃおりゃおりゃ。待て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 、よいしょ。まとめてかかって音かーい。タイプ武器はいっぱい使うよ。武器はあ、こいつ強いね。投げた。どこ行くのかな。上かな。どっち。あめ、わかんないわかんない。あ、こっちじゃないみたい。あら、なんかいいところに武器がいっぱいあるじゃない。こいつが強い。こいつ狙いでいく。桜井。よいしょ。開いたー。はい、人情沙汰でいきます。わざわざ今武器をね持ち替えてからね。よいしょ。上行きます。壊せのかなこれ。違うみたい。どこ行くの。あら丁寧にアイテムで誘導してくれるじゃない。あら、そういえばこんなところあったね。まあ、開きっぱなしでいいんだこれ。こっち錦山組を倒せ。しっかり捕まう。大悟何回捕まっとるんじゃ。こんなことをしてただじゃ済まないよ。もう勝負はついたんですよ。姉さん、あなたが留守の間一仕事させてもらいましたよ。戦国に買収されたそうだな。これでもう東条会の現体制は崩壊です。
あなたの小細工で右往左往するような登場会じゃないわ。いいや、自分には聞こえるんです。登場会が音を立てて変わっていくのが今頃他の幹部は戦国組が送り込んだヒットマンの餌食になっていることでしょう。何？あら、五郎ちゃんの存在は知らなかったね。神室町に戦国組の兵隊が現れたそうだが、今日は五代目の葬儀だ。絶対に挑発に乗るんじゃねえと下の連中に言っておけ。はい。わあ、なんかたけしで見たな、この演出。そうか、ゴロちゃんだけか、勝ったのは。ただでさえ少ない幹部が。ああ、なんか前の作品でも爆破はあったね。恥ずかしくねえのか、てめえが世話になった登場会を売り渡すような真似をして。売り渡しはしませんよ。私が次期会長の座について、ついでに姉さんを自分のものにします。何を言ってるんだい。俺はね、姉さん、前からあんたに惚れていたんですよ。あら、そんな展開。私から逃れることはできませんよ。お前何してるか分かってんのか。あんただって1年前に錦山の親父と女取り合ったでしょうが。それが原因で登場会がガタガタになっちまった。結局俺もあんたも同じ穴のムジナってことですよ。お前の女になんかなるつもりはないよ。方々に女を作っていた堂島組長より私の方が姉さんを幸せにできます。あんたにあの人の何がわかるってんだい。他に女を作ろうとなんだろうと、私はずっと堂島宗平という男だけを見続けていた。死んだ今でも気持ちは同じさ。死んだ、聞いたろ。好きになった男を愛し続けることができる、それが女の強さだ。そんな脳ガキはどうでもいいですよ。欲しいものを力で奪う、それだけです。そんなことは俺が許さね。受けて立ちましょう。あら、日本刀を持ちのまま。あんたの首取って登場会の跡目を継ぐ。そして俺は姉さんを手にするんだ。時代は変わるんですよ。錦山組組長新藤浩二。さあ、この大事な大一番で次回に次回にと行きましょうかね。しょうがないね、多分もう足りないよね。というわけで、ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。